決勝レースは8周回 FM エキスパート決勝。スタートしました。小林哲也好ダッシュですが、さらに朝岡だ。勝ち上がり組と朝岡2番手から先頭まで行った。一気に捉えた、めぐり込んだ。朝岡海斗が先頭で2番手はどうか。もつれる展開ですが、船越か、ゴールド永田か。船越だ。いや、ゴールド永田がアウトサイドからまくり加減の旋回で2番手を守る。ゴールド永田、3番手が船越、4番手小林哲也となっています。なんとなんと勝ち上がり組朝岡海斗が一発スタート来ました。3番手の追加競っている。船越と小林哲也が3番手に上がってきた。地元の意地、小林哲也が3番手、そして船越が4番手であります。ちょっと疲れが出たか船越。先頭は朝岡海斗選手、勝ち上がり組が見事な一発スタート。さっきのレースと同じようなスタートを見ました。接近中盤の朝岡海斗、しかし今度はゴールド中田が追っている。ゴールデン中田が追っている。さらには小林哲也、あるいは後ろから続いている船越武成であります。しかし逃げられません。今度は相手はエキスパート、サインコースゴールド中田、ここは強気のコーナープレーで行きたいところですが、先に回った絶景10番の麻生海斗が守っている。さあ小林哲也がいい加速、ゴールド中田を捉えるか。ゴールド中田のインサイドで小林哲也、しかしながらゴールド中田が2番手を回っています。中田勝ち。3番手が絶景16番の小林哲也、4番手が絶景番号13船越武成選手であります。残り6周回の攻防です。さあ絶景10番手あります麻生海斗、さあ2連覇なるか、勝ち上がってこのエキスパートまで下克上なるか。麻生海斗が先頭で、しかし2番手が中田、また巻き返しました。ゴールデン中田が2番手、さあゴールデン中田は今日ダブルエントリー、少し疲れが出ているでしょうか。2番手中田、3番手が小林哲也、4番手になっている船越も追いついてきた。4番手の船越武成も追いついてまいりました。さああと5周回の攻防です。このまま押し切ることができるでしょうか。麻生海斗4番手スタートから一気の潜り込んで先頭に躍り出たわけですが、後ろから長田が来ています。あるいは小林哲也も来ている、船越武成も来ている。今度の相手はエキスパートであります。1コーナーから2コーナーへと向かいます。2コマの勝負どころ、再3コーナーへと向かう4名。さあ麻生か、2連覇下克上なるかの一戦でありますが、長田追いついてきた、長田追いついてきた、小林哲也も追いついてきた、小林哲也も追いついてきました。しかしだからタイムトライアルからエキスパートをしのぐスピードを見せておりました麻生海斗でありますが、しかしこれはちょっと逃げられそうにありません。長田が食らいついている。長田勝ち、ゴールド長田が食らいついてきました。さああと半分、あと半分のところまで超えてきた麻生海斗に対しまして、さあゴールド長田アウトサイド、いい加速できています、いい加速できている。第1コーナーから第2コーナー、2コマの勝負どころ、第3コーナー切れ味勝負に持ち込んでくるかどうか。インサイドへ入るか、ゴールド中田地下上入った、ゴールド中田がトップに出ました。さすがこれが行くぞ、続いた、なるほど、続きました。おっとインコース、ずっと小林哲也、すごいプレーだ。小林哲也が一気の2台抜き、しかしこれは許さない。中田アウトサイドから伸びる、ここ中田勝ち、しかし小林哲也がトップに躍り出ました。やはり地元小林哲也、久しぶりの復活の星になるか。前回大会は2位でしたが、今日は久しぶりの優勝を見てきた。小林哲也が先頭でゴールド中田が追っている。ゴールド中田また逆転をインサイド入ったか、ゴールデン中田、ゴールデン中田どうか。第1コーナークリップ向かって一直線に行きたいところですが、ゴールド中田トップを2番手。さあ小林哲也、さあゴールド中田、これ第4コーナー狙っていきたい。いい加速でいい旋回だ。小林哲也の懐を狙ってゴールド中田ではありますが、小林哲也選手が先頭です。2番手が永田勝ち、3番手おいい加速できているゴールド永田、3番手が朝岡、4番手船越となっています。残り2周回です、残り2周回。しかし永田コーナーの切れ味半端ありません。得意の長身のスタイルを生かしていいモンキーできている。さあ小林哲也逃げ切れるか、久しぶりの優勝、全盛期の勢いが戻ってきた。小林哲也後ろから永田、そしておっと朝岡だ、朝岡インサイドへ入っている。朝岡インサイド捉えた、2番手に上がっている。これはもちろんクロススピードダッシュを狙って2分、永田勝ちが入る、もう1回差し返す、どうしかしこれも抑え込んだ朝岡海斗、2番手に上がってきました。さあどうかどうか、小林に追いついてくれ、あと1周あります、あと1周あります。小林哲也が先頭、全盛期の勢いが戻ってまいりました。小林哲也が先頭で、2番手が麻生か、3番手が永田、4番手が船越となっています。まだ分かりません。あーちょっとミスったか麻生か、ちょっとクリップ外した、ここでリードが広がった。小林哲也、小林哲也、あと次で最終周回ファイナルラップへと入ります。しかしまた追いついてきました麻生か、いい加速、バインサイド入っている、麻生かだ、麻生か入った入った、捉えました。これはもちろんスピードダッシュを狙って小林哲也インサイドのところ飛び込んでいきたいところです。入った、小林哲也スピードし、そして長田サイドを入って、長田もう一回クロス、麻生がもう一回クロスですか、もうすごい麻生がスピード旋回光りました。絶景中盤麻生がクロスを取って、長田が2番手を狙っていますが、小林2番手、長田が3番手、すごい。3コーナーから4コーナー、本当に電光石火のハンドルワークで逆転しました。絶景中盤の麻生海斗、これで FN リーダー杯に続きまして下克上だったか、さあまだ分からない。最終コーナーを曲がって
2着に永田選手、3着、2着はどうだったでしょうか。2着は小林ですね。小林が2位で永田が3位、4位が船越選手となりました。いやーすごかったですね。第3コーナーから第4コーナーまでのコーナーワークは本当に神旋回でした。神のようなコーナーワークで一気にトップに出ました。浅岡海人下克上になりました。2連覇達成。これより浅岡海人選手のウイニングランに入りますんで、拍手大喝采でお迎えください。いやエキスパートを一網打尽いたしました浅岡海人。タイムトライアルからそのスピードは光っておりましたが、いや最終周回の第1コーナー、第2コーナー、第3コーナーまでのコーナーワークの鋭さが本当にジャックナイフのように切り裂いて一気にトップに立ちました。優勝したのは2階級制覇ゼッケン10番浅岡海人選手、優勝おめでとうございます。